皆さんこんにちは。日本のタレントである上沼恵美子さん。今回は上沼恵美子が年内で芸能界引退を決めた真相と、死期を感じた限界を迎えた現在の健康状態や、自ら打ち明けた男性との不倫関係について紹介します。まずは上沼恵美子の履歴とプロフィールから紹介します。上沼恵美子は日本のタレント、元漫才師。タレント上沼恵美子が2023年8月22日までに自身の YouTube チャンネルを更新、視聴過激な人生相談を行った。今回は芸能記者中西正雄氏を交えて行われることになった。そこで38歳女性から夫にお前に興味がないと言われセックスレスに、そこから別の男性と不倫関係になって4年が経ちました。子供が自立したら不倫相手と結婚を考えていますが、いけないことでしょうかといった相談が寄せられた。これに中西氏は、そら4年続くとは思うんですよ。女性が一番痛いところを不倫相手が揉んでくれてるようなものじゃないですか。旦那に相手はされへんけど、そこに行ったら女として大ごとにしてくれるわけで、でもそれが毎日になった時にあなたはどう思われはるんですかとは思いますねと持論を展開していた。また上沼は、君に興味がないってよく男として言うたな、無神経やな、デリカシーに欠ける、言っていいことと悪いことがあるわ、夫婦になってもこれは言うたらダメという危険区域に入ってますわ、と妻の気持ちを代弁する。しかしこんな亭主やったらよそに好きな人できても全然 OK やと私は思います。ただその不倫相手の方は、結婚したら一緒ですと忠告もしていた。最後には、女でいさせてくれた不倫相手はええ方ですやんか、なんやったら無神経な旦那の方が相手に水羊羹持っていかなあかんわ、ありがとうございました、嫁がお世話になりましたって言ってもいいくらいや、と吠えていた。タレントの上沼恵美子が8月27日放送のフジテレビ突然ですが占ってもいいですかに出演、芸能界引退について考えた過去を明かした。芸歴53年、2018年に芸能界引退を考えたことを激白した。打ちのめされましたからね、6年前かな、しょうもない芸人がおって、それがあることないことを週刊誌に行って叩かれた時はすごかったですね、メディアも家に来ましたしと振り返った。その直前にも自身が審査員を務めていた漫才日本一決定戦 M1 グランプリで炎上騒動があった。芸人が上沼への暴言を吐いたことが発端、審査員がまずいって、その時も家にやたらメディアマスコミが来られて、なんか犯罪者になった気持ちになるんですよ。私が悪いことを言ったわけじゃないんだけど、あのおばはんの審査はあかんと言われるような目立ち方をするから、悪目立ちするから、そう言われたんだなと、言われりゃそうですよと回想。ほとほと嫌になりました、引退考えました、本気でもうやめようと思って、もういいかなと思って、と当時の心境を明かした。なんか足がちについてなかった、ふわふわしたのが2年くらい続きました。同じ時期に愛犬が死も重なり、どんだけ神様は私をいじめたらええんやろうって髪を始めて恨みましたね。どん底に突き落とされたことを打ち明けた。自身のキャリアについて、2024年年末で終わろうと思っていたと上沼。ただその一方でやっていないと目が死ぬなって感じた、とジレンマが生まれたことも認めた。定年退職した夫の様子を目の当たりにし、主人のような優しい目、私はまだこの顔にはなりたくないと思ったのはあると理由を語った。占い師の木下レオン氏から、2024年は転換期と断言された上沼氏。覚悟を決めないといけない、はっきりしないといけないと言われ、はっきりと情熱を燃やすか、本当に綺麗に消火器で消してしまうか、どっちかにしますと2024年中に結論を出すことを決意していた。22歳で結婚し、家族と仕事と全力で向き合ってきた上沼。38歳頃に男性に言い寄られたのではと木下氏に問われると、少し間を置いてちょっと前に、37とか36くらいに、こっちも好きでした、そらあるわよと、あっけらかんと激白。楽屋で聞いていても、男性が昨日浮気してと言ってるじゃないですか。考えたら女性だってそういう気持ちはあるわけですよ。良くないことですよ、良くないことですけども、私は不倫は仕方がないと思ってます。
広末涼子さんなんか応援してますとエールを送った。自身は結婚47年を迎えるが、夫と別居して6年になる。離婚した方がいいのか悪いのかと木下氏に尋ねた。占い的には離婚の運命、離婚しやすいってこととされたものの、旦那さんと結婚したことで幸せになってる。運命上すごく幸せを与えてくれる人、別れたらダメ。上沼恵美子の総括がいいと付け加えられ、複雑そうな表情を見せた。結婚してから努力したと豪語する上沼。我慢ちゃ我慢、でもその愛は冷めていく。還暦過ぎてからガタンと来て、やっていけないと思ったんです、尽くしすぎて息が切れたんですよと正直な思いを吐露し、長いマラソンでここいらでもういいかと思ったと続けた。ただ離婚はしんどい、ややこしい、すごい手続きもいっぱいあるし、もう一回傷つくと葛藤する場面も。このまま死んだりとかしてくれたらと笑いを取ることも忘れず、様々な思いを巡らせた。やっぱり縁がある人なんで、やっぱり一緒にいなければいけませんね。夫婦はこんなに別居しといて言うのもなんだけど、最後は夫との同居に前向きになっていた。芸歴53年、大御所の上沼さんの過去も紐解かれます。姉の相方が失踪し、代わりに無理やり業界に入ったという上沼さん。事務所全体を支えた当時の本音や結婚当時の覚悟についても明らかに。そして木下さんから誹謗中傷などを気にしないように見えがちですが、実は繊細で周りの反応を気にするタイプと指摘されると一番気にしますと意外な一面も見せます。週刊誌に叩かれたり、 M1 グランプリの審査員をしていた頃についても引退考えましたと語り、どん底を味わった素直な心境が語られます。その後、上沼さんは今日聞きたかったこととして、結婚47年、別居6年になる夫と離婚した方がいいのか悪いのかと質問。木下さんの占いで2人の相性や運命が明らかに。大きな転機となったのは2008年だった。この年、関西テレビの関連会社の社長に就任したばかりの真平さんは、その地位を捨て定年退職の道を選んだ。夫の突然のリタイアは上沼にとって晴天の霹靂だった。定年後の真平さんはゴルフやウクレレなどの趣味に熱中していきました。一方、家にずっといても家事は一切やらない恵美子さんが風邪をひいた時、熱があるみたいやから早めに寝ると言ったら、真平さんは、そしたら晩ご飯はどないなると返したほど。そんな毎日に恵美子さんは、夫婦の生活がストレスやとぼやくようになりました。夫の定年から数年経つと上沼の体調は悪化した。2013年8月には自律神経失調症を患ったことを明かし、2014年2月にはウイルス性の急性肝炎で緊急入院した。いずれもストレスによってかかりやすくなる病気である。2015年12月には上沼を支え続けた最愛の母を亡くし、深い喪失感に襲われた。この時も夫の言動が強いストレスになったようだ。2018年3月、上沼は MC を務める解決恵美チャンネルで衝撃の告白をした。8年前からめまいがひどく、カウンセリングを受けると医師から不言病と診断されたというのだ。耳慣れない病気について、名付け親である循環器専門医の石蔵文信医師が解説する。不言病は呼んで字のごとく、夫の存在や言動が大きなストレスとなり、妻の心身に様々な不調が現れる病気ですが、正式な医学的病名ではありません。普段から亭主関白な夫に尽くしてきた。女性が我慢に我慢を重ねて発症するケースが多く、うつ、不眠、めまい、動悸など更年期障害に近い症状が出ます。不言病の発症後、上沼は夫と距離を取るようになった。恵美子さんはストレスの原因を断ち切るため、週のうちにから3日は大阪市内の高級ホテルに泊まり、気の置けないスタッフや友人との会話を楽しむようにしました。意図的なプチ家出をして、夫婦関係のクールダウンを目指したんです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。